そのシャツは、お、見えました？こちらです。セーターティー着てます。そう、8月に入りましたね。洗濯してるって。してます。しかも私家にいろんなサイズのやつがもう6着ぐらいあります。6着ぐらいもらってきた、てか全部もらってきた。そんなにもらえるもんなん？私はもう全部かっさらって持ってきました。かっさらって。あ、そのうち1着はお姉ちゃんにあげる予定です。ゆうゆとみくるんがバースデー放送だったし、あやめろさんもバースデー放送かね。金あるんじゃないですか。あると信じて。あのカレンダーのケーキサイズかなって。あのカレンダーのケーキサイズ、あ、このぐらいのね、このぐらいのシールでしたもんね。大丈夫です。それの何百倍と大きいものだと思いますんで、はい、もう私は期待してても、してます。生誕祭の発表はいつ頃？生誕祭はどうなんだろうね。わからないです、私はまだ。ワンチャン9月かもしれないし、わからないね。いろいろね、ツアーもあったりフェスもあったりっていうのもあるので、間でできるかわからないですけど。でもアイアンのね、生誕祭とかもあるし、多分先だもんね。手をつなぎながらやったことあったっけ？手をつなぎながらって曲はあるよ。公演はないけど。こんばんは、ありがとうございます。手綱は出ないの？どうなんでしょうね。わかりません。わかりません。いつか順番が回ってくるかもね。手綱のユニット何やってみたい？私何が似合うのかな。もう当て込まれるってなったら、なんだろう、
て込まれるってなったら何当て込まれるんだろう。チョコの行方とかどうなんだろう。何と何があるか覚えてますか？もちろんもちろん、グローリーデイズ、バーコードでしょ、でウィンブルドン、アメピ、チョコでしょ。あーやば、鉄の公式で知ったらしいまあね、そういう時もありますね。連絡メールが来ないっていう、先に公式で知るっていう。グローリーデイズの爆弾さんはやったことある。研究者の通る道でしたね、爆弾さんは。こんばんは。おしりはショールームでしてみたいね、どうなってんだろうね。8月10日とかじゃない、鉄の次10日からか、公演があるの。8月まだ黒くて細かった時だってそうですけど、コンサートとかでやったことあるの、アメピだけ。アメピだけ、アメピだけだと思います。おしりに会いたいですか？もちろんおしりさんに会いたいです。早くご飯行きたいですって誰か言っといてくださいこういうの傾向と対策やったことはない、ないです。でもサビなら踊れる自信あるずっと見てたんでね。やめるのウィンブルの見たことある気がするねんけど、気のせい。それはソロコンだね、ソロコン。3人でユニットやるっていうのはないです。アイメロのグローリー見てみたい。グローリーでいいですね、かっこいいよね。あそこのあの、私あそこが好き、乾燥のところが好き、こういうなんかウェーブするところが好き。そうそう、ウィンブルドンソロコンだけだ、そう、ソロコンだけ。あー、そうそうそう、あとコンサートでやりましたね、一回。あの、複数人で、3人のユニットじゃないけど複数人で、まあ、ちょっとなんて言うんだろう、あの、通常通りじゃないので、そう、ちょっとアレンジ加えた、あの、ラケット持って言ったやつはやりましたけど、3人だけっていうのはないかな、今のところ。異常なやつやなってロージとハズウィンブルドン3人だと何色がいい、何色がいい、なんだろう、青色かな、私青が自分しっくりくるから分かんないけど、
やめろ、黄色が似合いそう。黄色ブルーみんなやめて、青のしましまっていうの。青のしましまやめて。青ブルドン、ミツバチガールの衣装着て。ミツバチガールね、かわいいよね。なおさん、ミツバチガールの衣装じゃないけどちょっと加工されてるやつなのかな。かわいかったね、なおさんのやつ。初恋泥棒は何色だっけ。初恋泥棒も青色、初期、あの初日は、初日っていうかあの最初のやつは青色のやつだった気がする。青島って略すのやめて。ファンの人ウィンブルドン好きだよね、絶対歌。ウィンブルドン好きそうだもん。テニス少女がやるからこそのところあるよね。まあ、確かにね。なるほどね。チョコの行方、チョコの行方も可愛いよね。ウィンブルドンやるときはポジションくじ引き。あ、そうなの。まあでもなんかそういうのあったよね、確か。やめろ、ウィンブルドン行ってみたい、行ってみたいかも。こんばんは、ありがとうございます。テニスは見るの好き、めちゃめちゃ好き、めちゃ好き。結構なんかスポーツ観戦するの好きだから、何でも好き。バレーボール見るのも好きだし、本当に何でも好き。ウィンブルドンはどこにありますか。ウィンブルドンはウィンブルドンは海外にあります。海外の国。ウィンブルドンは海外にありますね。バレーボールのルール分かってなさそう。いや、めちゃめちゃ分かってるよ。私結構好きだよ、見るの。お、出た。173日です。いつもありがとうございます。ちょっと次の配信までにウィンブルドンどこの国かっていうのを、あの言うので楽しみにしててください。もうズバッと答えるんで安心してください、皆さん。ありがとうございます。もうすぐ200日ですね。セッターとかリベルとか分かる？分かります。セッターは竹下さんのイメージ、めちゃめちゃ重要なポジションですもんね。トス上げる人。
リベロはなんかめちゃめちゃ撮る人、あの撃たれたやつをめちゃめちゃ撮る人、リベロって言うんじゃない確か。詳しいやんでしょ。私結構ね、女子バレーボール結構見てたもんで、私結構いけますよ。男子バレーもいけます。男子バレーだと石川選手とか、はい、あ、オポジットもわかるかも。スパイク打てる？打てません。結構知ってそう。私結構、私めちゃめちゃ好きなんですよ本当に。結構スポーツ観戦マジで好きなので、はい、特にって言っていいほどバレエめっちゃ好き。サーブしたからやろ。うん、そう、サーブはなんか体育の授業とかでやってたけど難しいね。あ、西田選手ね、めちゃめちゃあのサーブがやばいよね。どっかの国さで、なんか5連続ぐらいさ、サーブでポイント取ってたよね確か。5連続ぐらい結構見てます。私あやめる運動神経いいイメージ、どうなんでしょうか。テニスやってるのはオーバーで、バスケのルールはなんとなく、けどバスケはマジでできない、マジでできなかった、てかあのできないです。野球のルールは、まあ、なんとなくって言ったらちょっと失礼ですけど、まあ、はい、もうゆずさんに教えてもらって、なるほどと思って。何なら得意なの？テニス？テニスかな？テニス、バドミントンぐらいかな。出た、ノーヒットノーラン。完全試合ってこと、ノーヒットノーランは。そういうこと？合ってる。一緒じゃないみたい。あれ違うの？別物？ちょっと似てる？お手玉とこにそう。あ、ちょっと違う、ね、野球は打ったら右に走る、そこはもうできますよ。打たれず1点も取られないこと。なるほどね。少し勉強になりました。
野球とソフトの違いは投げ方？投げ方じゃない？あのゆずさんに教えてもらいます。はい。さあということで皆さんちょっとお時間になりましたのでこの辺にしたいと思います。みんな見てくれてありがとうございます。ウィンブルドンは明日答えます。ありがとうございました。いいじゃないよの予定はもうしっかり聞いてます。聞くんで安心してください。皆さんもう楽しみにしててください。はい。バイバーイ。